はい、こんにちは、ひかりです。今日はね、こんにちは、こんばんはですね。今ね、深夜、ちょっと見えないよね。2時30何分だこれ ?4 分です。はい。深夜2時半ですよ。最近ね、早寝早起き防御の僕なんですけど、まあなぜね、この時間に撮ってるかというと、まあまだ今日は眠くなかったっていうことで、ね、まあ YouTube はね、まあ、アップ、ね、してて、で、アップ中にちょっと登録チャンネルをパチパチ見てたら、 元気なおじいがね、あの、僕は今朝さ、あの、ま、今朝にとって夕方に出したんだけど、あの、公開になっちゃったんだけど、あの、1時間超えのね、雑な段をね、あの雑談というか雑な段ね、雑談をね、動画を出せたということでね、それに対するね、まあ、雑な段動画を出していただいていて、見たらね、うん。 あと思ったことがあったんで、ちょっとね、それに対する、また、まあ、ネタ振りをしてもらえた感じだったんで、ちょっと僕もね、あイクネタだと思って、ちょっとそれに関して考えて動画にしてみます。まあ、タイトルにも書いてあると思うんですけど、ね元気なおじいが、まあ、いろいろね、まあ、まずはね、僕が1時間話し切って、終わって、はぁ、みたいな、なんか、すぐ終わっちゃって、なんかもう、余裕ないな、みたいな感じの話だったんだけど、まあ、その後ね、いろんな話をね、してくれてたんだけど、これみんなみんなにも本当に見てほしいぐらいのね、動画なんだけど、うん。 いろんな話をしてくれてる動画でうんまあその中でねおじいがね言ってたのはねあのまあ、YouTube でこれから成功して月100万200万300万,300万をコンスタントに毎,毎月ねもらえるようになったら光さんは変わるって言われたんだよねうんそうそれを聞かれてあ来た来たと思ってその時ね思ったんだけどいつも大体俺ってそういうふうに質問とか投げかれねなんか質問とか悩みとか言われたらまあ ある程度なんかね、様になる答えを言うんだよね。てか考えられるんで、いつも。うん。なんかね、うん。いつもなんか、ああ、そうね、みたいな。うん。なんか、うん。まあまあまあ、理屈通っていいよね、とか。ああ、わかるわかる、みたいな。なんか割とね、なんか、一丁前なこと言うんだよ。いつも思いつくんだよ。これに関してね、動画作ろうと思って、まあどうせいつもの通り思いつくなと思ってさ、考えようって考えたら、月100万、200万、300万、コンスタントでもらえる YouTuber ったら、 どううななるののかなっていうのはねちょっとね正直あの定番な言葉,言葉しか浮かばなくてなってみなきゃ分かんないっていう、うん、でまあ最初に思ったのはなってみなきゃ分かんないなだから今はそんなこと考えないで今を一生懸命やるしかないそしてなって今ね本当はなりたくなかったちょっと人手なしみたいな感じになっちゃったとしても何だろううんなんだろうな今今が 正しければいいと思う今は僕はちゃんと人手なしじゃなく生きてるつもりなんだけどそんで将来的にね月お金いっぱい入ってくるようになったら人手なしになるかもしれないけど、ね、あの人も元々はいい人だったのにお金で変わっちゃったならまだ許せる、うん、許せるっていうか今の自分にできることは一生懸命やってるなってなるけど元から悪い人で、まあ、その要素あったよねみたいなにはならないようにするしかないなと思ううん。 これはね、人変わる可能性もあるよね、と思ったし、だからって変わんないっていうか、俺ね、その中で、まあ頑張って頑張って頑張って考えた。今もほら、喋るけどちょっとおぼつかないじゃん。本当にこれについて全然いい答えが浮かばなかったいつも、結構俺さ、思いついても、持論をどんどん言うね、思いつくから、もう、今動画とかにしてない中でも、本当いろんなね、持論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 っていうのがいっぱいあるんだよ。でもね、今日本当もう、時間で言うとね、 多分、おじいの動画を1本見て、もう1回見たんですよ。1回目は1.5倍速で見て、もう1回目は2倍速で見て、半分ぐらい、半分っていうかもう3分の2ぐらいまでっ点今動画なんだから、だから合計して3、4、もう、1時間は考えたと思うんだ。うん。考えてんで、廊下をうろうろしながらとか、一生懸命考えたんだけど、全然答えが出こなくて、うん。なんだろうな、その、今ね、なんかいいこと思いついたんだけど、じろん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 っていうことをやった瞬間に忘れた、飛んでった。うん。 まあそんな感じで今回はねあの何も浮かばないですわかんないですなってみなきゃわかんないですこれはマジでそううん実際その何、うん、今みたいにさなんだろうもう時間があったら動画作ってもう上に行くぞってなる、うんがいいんだけどねまあそうそう言うと思ったことはあの将来ね例えばコンスタントに100万200万300万になったらあの僕は変わるかじゃなくて変わる可能性もあるけどできれば あの上のね今、今のランクよりも上のランクの世界に行ったときは、そのランクになったことによって僕は変わるんじゃなくて、そのランクの人たちを変えるぐらいの人になるために、今のような努力をしていきたいなと思う。うん。人を変えるっていうか、その世界を変えるぐらいの。だからね、登録者1万人とか行って100万、200万、300万もらえるようになったとしても、そこで現状で満足してとどま,とどまるか、もっと上を目指すか。うん。僕は うーん、登録者1万人行っても、一つのなんか満足感はあるかもしれないかもしれない。なんとなく、くおって、嬉しいとは思うよ。でも、多分もう、もっと上目指してるから。てか、なりたいとこって全然1万人とか100万人でもないから、目指してるとこ、ヒカキンでもないんだよね。ヒカキンなんか、なんだろう、うん、正直、下っ端に過ぎないというかさ、うん。全然ヒカキンなんか超えるよねって思ってるっていうか、あ、 第一世代出たな、みたいなぐらいのレベル。うん。第一世代が今やってるんだよ、だいた YouTube。もう今、今全員、全員。売れてる YouTuber 全員や第一世代で、第一世代に憧れたりして頑張ってる人も第一世代だと思ってるんだ。俺ってニュージェネレーションもいいところで、ほんとね、新世代の YouTuber だと自負してる。まあごめんなさい、自負してるだけだからなんとも言えないんだけど、誰にも言われたことないよ。出ましたら、ね、ニ,ニュージェネレーションみたいに言われたことないけど、ね、なんだろう。 で次世代エースとかで AKB とかあるじゃん。もう言われたことないんだけどね。奇跡的に言われたことないんですよ、僕。うん。だけど、あの、自分では自負してるのは、本当に、うん、すごい、その、うーッターが違うとかじゃなく、数の問題もそうなんだけど、あの、本当になんか、皮変えるレベルの違うっていう。まあまだぼやっとはしてるかもしんないけど、ふわっとはしてるかもしんないけど、本当になんかね、変えるレベルの YouTuber だなとは思ってるよ。うん。 そうだ,ね、だからまあとにかく月100万200万300万いったからといってまあなんだろう,うそこで現状満足するっていうことはないかなとは今は思ってますねうんそんで、ね、あともう一つはやっぱりうんの人でなしとかいう話をしたけどあの人を駒として使う人は人でなしだと思うんだなぜかっていうと人は人と話すときに人として接してなければ接してない人は その人は人人ななしなんですよ人と人がいてその相手を人として見た,見たりでき,なくできなかったり人として設しなかったりそ、まあ、人として見なかったらそれはその見てない人は人でなしですよね、うん、っていうまあ今思いついたんだ今ていうかさっきね思いついたっていうかあこういうこと思ったなって思ったんだけど、うん、だから人でなしにはなりたくないけど、まあ、なるのもありとか人でなしはだめだよ正義じゃないよって俺もつい最近までもう 何正義理論っていうのがあってそれは正義か正義じゃないかで全てを判断して吉田氏は決めてたんだけど正義だけだとねあの吉田氏判断できないというかまあ成功するか目標がどこ,かにどこにあるかによって違くてもう何ガンジーじゃないけどもうね迫害主義でもうみんな平等でもう平和平和とかそっちに行くんだったらまあまた正義正義でいいんだけど YouTube で成功したいとか、まあ、いわゆる、ね、日,本で日本の中での勝ち組とかあるじゃんね社会での勝ち組。 成功者ね尊敬される人になるにはあ人でなしになるのもありかなと思いますねうん人を困っとありっていうかまあうん人を駒として使う人でなしになるのもうーん、まあ、一つの手ではあるけど俺はねーうーん人でなしを駒として使うのはありかなとは思う最悪うん人でなしを駒として使うのはまあ許せるというかまあ何だろう もう一人俺がいたら俺にアドバイスするんだったら人のならしならコアとして使えばいいんじゃないって言うと思う、うん。だってそれは人でないんだからね。うん、みたいな意味わかんない人。意味かいこれ今の話はね、なんとなく汲み取れる人。おじいであったり、ぐっさん。まあ、おじいもぐっさんの話なんでさっきのぐっさんのライブはね、潜ってたんだけど、潜ってることが多いんだけど、見てるんだけど、そうそう、見てることが偶然多いんだけど、ぐっさんとかね、おじいとかね、結構汲み取ってくれる人、佐藤チさんとかもね、結構ね、こういうの汲み取るんで、あとね、 池健ケケさんはね、またね、なんか若干違う角度なんだけど、組み取ってくれるんだよね。まあ分か、悪る人はわかると思うんだけど、うん、まあ、結構いろんな人組み取ってくれると思うんだけど、そんな感じで、そう。やから、やからじゃなくて、だから、うん。人出なし、うん、こ人を駒として使うか、そうだねー。うーんや、やだねとは思うよ。うん。やだねと思うし。 あ、そうだったんだって。いやちっともちろん、使われたりすると嫌だと嫌だって気持ちはね、みんなそう思うし。あとは、なんだろう。誰かを利用して、ほんで、いいところで離れて、おいしいとこ取りする人とかいるじゃん。なんだろう。最近で言うところもう、これ、なんだろうな。なんだろう。さいすん、なんだろう。おじの話で出てきたの。出てきたまあ、なんだろう。んまあ、その、なんていうのかな やっぱ登録者1万人を超えて変わった人の代表格としては佐藤チューンさんがいるじゃないですか佐藤チューンさんはまあ自分でもおっしゃってたらしい、まあ、して言ってたっけな確かライブで俺も見た気がするんだけど佐藤、うん、チューンさんはやっぱお金って怖いよねみたいな変わっちゃったよねって、まあ、みんなも気づいてると思うけどサドチューンスさんはもうオフ会とか行ってまあ遊ぶみたいな感じオフ会とかやってるんだけどうんあれはいいと思うんだけどあの周りのまだ稼げてない人を巻き込んじゃいけないなと思う、うん、プラスあの小品部さんっているじゃないですか あの人、佐渡寿司さんを、まあ、いいとこだけ利用して1000人超えたら、あの巻き込まれないように、なんかちょっと離れて、でもいいとこ取りしてるから、ある程度視聴者さんも、ね、いるみたいな。で、なぜかわかんないけど、めっちゃ評価されてるんですよね。俺、ちょっとね、あのー、あのーー、うん、よくないかなっていうか、あんま好きじゃないなと思うね、その行動、やっぱり。うん。うん。 うでしょう俺はねなんでみんな評価してるのはみんなが評価する人って大体嫌ない人なんだよ俺はねその持論はね結構曲げなくてまあそうだよねって、うん、だってみんながさみんなさそのねいい人っていうよりもいい人っていうかいい人は本当に心が綺麗でいい人なのかもしくは人との付き合い方が上手い人かっていうどっちかなんだよで大体みんながねあのいい人っていうのはこっちの,あの,こっちのね 人と,しての人との付き合い方がうまいとか計画的とか策略家だとかなんだよね。本当にこにいい人って、いい人とは見られないように生きがちだよね。うん。と思う、うん。なんか、したたかに、したたか、したたか、そうそう、したたかって言葉は前回忘れたんだけど、したたかに生き、うん、でね、やっぱ、そうやって人を利用してとか、あとは利用価値のない人を、なんか、まあ、仕方みたいな、うん。この前もね、オフ会、横浜オフ会で、ある方の、 自己紹介で俺ドン引きしたんだけどでそこでめっちゃもう「は?」って言いかけた、うん、ただ俺は人の前では「あすすす」みたいなテンションだから「あっすっ」っ感じだから言わないし。 まあ常識的に空気を乱すから言わないけどあのねみんなで自己紹介をする回があって時間があって一人ずつ自己紹介していくんだけどある方が今日はななんかなんとか文芸者とかいうなか割と映像作品を作ってるすごいねあのプロから見たらすごいチャンネルだけどまあ登録者はそんな伸びてないんだけどすごいチャンネルがあるらしいんで見たけどあんま俺はすごいと思わなかったけどすごいっていうか映像的にはすごいんだろうけど面白くはないんだけど、うん、そういうチャンネルがあってその,そ,のそのやべえこと言った人はもうそういうすげえチャンネルが来てるんですよだからもうね なちょな何々さ,さんたちとは本当に仲良くしたいですねって言い始めて行ったわけんえと思って他にもいっぱい、ね、YouTuber いても俺も含めてだけどいろんな YouTuber いるのにああそういうこと言うんだって思ったうんだからそういう人はやっぱりその利用できる人とかねおなんかね自分にとって得がある人しか人として見てないんだなと思ってあ出た人で出してきましたと思ってうんだから うん、そうだね。やっぱ自分にとって利用価値のある、ない人を、やっぱ人として見ないのは、俺は嫌いだし、うん。そういう人ユ YouTube ってすげえ多いんだよね。うん。でもね、そうじゃない人もいるし、本当にどうなのかとか、例えばさっきの俺が言ったね、そのやべえこと言った人も、自己紹介のところでやべえこと言った人も、 その人の本当のことを知らないし、その人の YouTube を見まくってるとかもないから、本当のところはわかんないけど、まあ、その発言自体しか知らないとかって、あとは上部っていうか、若干しか知らないからわかんないんだけど、あんまり詳しくないからわかんないけど、うん。まあ、本当は知るとね、本当はいい人のかもしれないからわかんないけどね。でも結構やっぱ、うん。なんか肌合わねえな、みたいな。うん。最近の俺ね、あの、この人嫌いだなって言わないようにね、あの、した方がいいよ。嫌いとか言わない方がいいよって。 昔ねあの、ツイキャスで教えてもらったことあって、あ,あの人ちょっと苦手なんだよねとかいう,いう、ね、言い方すればいいなと思ってて、苦手っていう、うん、まあまあ苦手ってあんまり、うん、得意じゃないかなって苦手だかなってぐらいの,ほの方がいいよって言われたんだけど、最近の俺のね言い方としては、肌合わねえなにすることにしてました。肌合わねえなっていうようにしてました。はい。っていう言葉をやっぱ使いように今は心がけてるけど、うーん、どうなんだろうね。やっぱり 利用したりとかさうーんやっぱ、うん、人として接しようぜみんな人とは。って思うよね。駒、うん、として扱うとかさ、あと何見下すとかさ、あこのちゃんあ、このチャンネル登録者数ねとかさ、まう、あ、動画やってんのねみたいな、うん。で、映像をめっちゃジンバルで撮ってる人はすごい。あの人は伸びるとかさ、たとえ伸びたとしてもその人はさ、うんとかあるもんね。ごめんね、今日なんかあの、 キレ悪いかないつもね、キレ悪い。滑舌が基本悪いから、トーク内容はキレを持たせないと、ほんとね、中身のない話になっちゃうけど、シンクって話をしなきゃね、やっぱ面白くないし、面白くないっていうか、動画内ではね、うん。そうだね、そうだね、そう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 。プラス、動画で言って YouTuber の悪口を、ただ悪口だと、いや悪口じゃねえな、悪,いって悪口っていうかさ、まあ、ああいうこと嫌いだよねとか言うことっていうのは、陰口にならないから、多分ならないって俺は思う。 うでも、ほらね、まあ、佐渡純さんに関してなんだけど、そう、やっぱ変わってるじゃん、変わったじゃん、お金がね、入ってから。ただ、元からね、そういう素質があったというか、もう計画的にやってたの可能性もあるし、そう、あれなんだよね。で、佐渡純さんのことをひか、じゃあ、ひかりさんは、嫌いなのって思うかもしれないけど、結構ね、あんまかあんまいないんだけど、好きと嫌いが両方なんだよね。うん 別に、サロチュさんのコメント欄に行って、サロチュさんーいとか思うし、あ、サロチュさんってなるし、好きな部分もあるし、結構、っていうか、人としてまあ好きだし、なぜかっていうと、うーん、なんだろう、まあ、なんで好きなんだろう。まあ、昔から割と良くしてくれてるからっていうのもあるかな。まあ、自分のこと好きな人ってあんま嫌いにならないよね。まあ、好きかわかんないけど、まあ、良くしてくれる人のこと嫌いにならないじゃん。っていうのもあるけど、やっぱり他の人に対する行動とか、 あとはまあ基本的にそのなんか言ってることとかその好みとかさあとなんかツイッターとかでさ「いいねしてる」まあちょっとごめんねなんか女子みたいなこと言うけどツイッターで「いいねしました」っていうのが出てくる人いるじゃんその「いいねしてる人のあの動画見るわけあこの人は「いいねしてるんだ」でもあの人とあの人とあの人は絡みあるのに「いいね」は押さないんかうーんとか思う時もあるわけうんまあそういうのとかいろいろ見てるとまあ嫌なと思う部分もあるようんこれはねうん思う そうだねうん。うん。で、やっぱりね、うーん、どうだろうね。やっぱ人をね、利用する人とかさ、したたかに動いてる人とか、あと、うん、あ苦手だしい、小寺鍋さんとかそうなんだけど、やっぱり、うん、人を駒として利用するとかね。 うん、で最終的には自分の病気を出しそうな感じがあるから、俺は絡まないようにしてるんだけど、まあまあまあ、みんながいい,しい,い人だよって言って、例えばさ、俺がさ、小品部さんの悪口をさ、悪口というかさ、まあ、悪口か、悪口としてもいいよ。まあ多分、誰かが作ってもいいんだけど、小品さんのことはあんまり好きじゃないんだよ。肌が合わないんだ俺は。だからか、絡まないっていうか、ね、あのソロちュアさんグループにいるんだけど、一切絡んだことないんだけど、俺はちょっとあんま好きじゃないなとか、肌が合わないなとか、やってる行動ちょっとなって思うんだよね。 ね、それは別にみんなが認める認めそれ言ったらみんながさ俺のこと嫌いになったりあいつ悪いやつだ俺はわひ、ね、人の悪口を言う悪いやつだってなるかもしれないけどそういえばまたね名前出したら悪いけどそのやつさんの悪口を言ったところでみんなさ、まあ、まあ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 ぐらいで別に嫌われないじゃんそれってひどいよねひどい,い話だよね俺そのやつさんのことはねすごいね昔からねちょっと気になってる存在っていうかうんああち,ちょっとねもうねやっぱ、うん、かわいそうなとこあるからやっぱりうん だからって助けるとかそういうのは一切ないんだけど、ちょっとね、たまに名前出すこともあるんだけど、うん、ちょっとその安さ気になってることあって、うん。だからやっぱり、例えにあげたんだけど、ねみんながね悪口を言っているじゃん、あのクラスとかでもあるじゃん。あいつの悪口は言っていいけど、こいつの悪口言ったらみんなになんか惹かれるみたいな。なんかそういう、あれそれがすごい嫌いで昔から。俺だから、基本的にいじめっ子をいじめるタイプだったんだよね。いじめっ子をいじめるじゃないけど、 いじめっ子に一人でなんかちょっと攻撃するからそことは分かれてだから俺結構俺がいるクラスっていつも大体ねなんか二分することが多かったんだけどなんか女子と仲いい男子グループいるじゃんともう男だけでドッジボールばっかやってるグループに分かれちゃってたんだけどうんまあそういうのもあってねそうだからうんあんまりねだから俺はうんあの人を利用する人とかさ 損得で付き合う、うん、<laughs> のってどうかなと思うようんやっぱもっとさピヨピヨじゃないけどほんとピヨピヨって言葉がねぴったりなんだほんとあの言葉すごいなと思って,て、うん、ピヨピヨしようぜもっとうんもっとさいいよ、うん、もっと意見もほんもう本音でぶつかり合おうぜっていう腹の中で何考えてるか分かんねえよりもさお前のこと嫌いなんだよ こういうとこ嫌いなんだけど、お前直す気あるあ、そういうことが嫌いだったんだ。ごめんそういうとこは直すわ。うん。だから、ちょっともう、もうちょっと俺を見守ってくれ。OK。握手。これは素晴らしいよね。お前のこと嫌いなんだ。そこ直す気ある。いや、俺、そういうとこ悪いとか思ってないから。何言ってんのお前。お前の嫌いだ。俺も嫌いだ。別れる。まあ、それはそれでオッケーです。それでいいじゃん。それでいいんだよ。それで、会う人、会わない人で意見をやって、でまた繋がって、繋がってってやっていけばいいと思うし、あと、人の、なんか、 動画内でさ、ユーチューバーの悪口とか、悪口っていうあの人のここが嫌いとか言うときみんな濁すじゃん。俺濁され、まあ俺の俺はもちろん濁されたくないっていうのは、まあ名前出してもらえると売名になるけど、どんな意味でもいいんだけど、それプラスやっぱ、名前言っちゃった方がいいんじゃないかなって全体的に思うけどね。うん。あとやっぱりユーチューバーとしてもその、ね、ユーチューバーは特にね、視聴者とかになるとまた別だけど、なんとか、いろいろめ、言うけー y o 同士は本当にあのね、イニシャルとかさ、 まあまあまあ、大体分かる人、あの人、あの人、あの人とかって言い方じゃなくて、本当にもうズバッて言った方がいいと思って思うようになってきたよ、最近。うん。とかね、結構あるよ、そういうの。うん。俺結構そういうのは苦手でさ、例えばさ、なんだろう。まあ、略し方であるじゃん。なんだろう。例えばなんだろうな。任天堂を略すとしたらさ、N 天堂にしたりさ、ま、まるりおみたいな。まあ、ま、まるりおじゃない。ま、まるおでさ、N 天堂のま、まるおキャラクター。 とかあるじゃん,んそういうなんか隠し方。ああいうのってさ、あれすれば OK なのみたいな。あるよね。そういうのね、俺嫌い、嫌い嫌い嫌いよくないっていうか、うん、ダメダメダメって思う。<laughs> で、なんだっけ、えー。月10万になったら俺変わるって話か。そっか。まあ、うん、あ、10万じゃねえ、100万か、うん。になったら俺変わるって話なんだけど、うん、まだ答えてないね。こんだけいろいろ話してても全然答えてない。 まあ、そもそもこのね、あの質問のお字が出まし振ってくれたからいいんだけど、そんなに重要な問題ではないんですよね。うん、変わるか変わんないかそう。成功するかどうかだから、結局、うん。そこまで行くか行かないかが一番大事で。まず行ったとしても、そこで満足するんだったら、早中さんみたいに、あのちょっと、なんだろう、自分のさ、なんだろう、思想を話していくみたいな動画もいいと思うんだよ。うん、伸びないけど思想を話しても、ある程度見てくれる人もいるし、それで自己満足するのも分かるから、 ね、思想を話したりして、ちょっと自分の日常を話したり、ちょっとね、なんか好きなことやるみたいな動画でいいと思うんだ、リア充動画みたいなのもいいと思うんだけど、もっと上を目指すんだとして、もっと上っていうか、今、佐藤潤さんとか1万円、でも、もっと上ってあるのかなわかんないけど、まあ、もっと上、あいるわけじゃん、もう何億とかね、桁違い、2万まで行くとかだったら、うん、もっとガツガツそっからも行くかなっていう。だから俺は、多分 100万とかでも、あ次100万ぐらいだと変わんないけど、まあ、どこまで行って変わるとか、もう切れないから、ね、欲望はね。うん。一応ね、今のところ僕のね、最終目標って言い方よくないけど、最終目標じゃないけど、一応今のところの、ある程度の到達点というか、その、見えてるラストっていうのは、あのー、なんだろう、カキ金を過去の人にしたらお、俺の思うんだなっていうところある。 でききじゃなくて今の世代っていうか、今ちょっとさ、YouTube のやっぱ有名な人ってさ、みんなさ、悪い人が多いじゃん。ヒカルとかもそうだし、ラファエルとかさ、まあ、柴田もそうだよね。とか、まあ、それ以外にさ、あのど毒も系ユーチューバーとかさ、結構悪いの多い、責任者とかさ、いるじゃん、悪い。絶対嫌なやつでみたいなのが多いじゃん。そうじゃない人もいるんだけど、そうじゃない人ってどうも突き抜けないんだよね。やっぱ、なんかに抑えられるのかわかんないけど。やっぱその、 あの嫌な人が集まるから、嫌な人の方が日本って多いんかな近いって多いのかなわかんないんだけど、うん、皆さんね、自分の中には正義あるでしょ正義、正義、まず使ってるな、正義を。うん、あだから、それに従って、うん、いけばいいんだけど、まあ、そう、それだから、ちょっとほんと、パロッとか、ポロッと変わると思うよ。みんなの中にも正義はあるけど、悪の部分に引っ張られて、その方が楽だし、そういうね、それの方が認められるから、 世の中がうまく渡れるか言ってるけど世の中自体はょっ,っと変わるんじゃないかなそろそろ俺,俺,俺で分かるかなそのみんなのねあの良い方の心をね引き出したいというか,、うん、か俺は良い YouTuber い人になれたいわけじゃなくてあのー、ちゃんとね本当今とはちょっと本当、ね、嫌なやつだけの YouTuber じゃなくてあ本当にもうなんか芯食ってるなみたいな、うん、そう そういうね、ユーチューバーってか、ユーチューバーは、日本のユーチューバーはそうなりたいなと思うよ。だから、そう、それが次世代かなって、うん、思う。うん。そ登録者数とかじゃないよ。でも登録者数に関しても、やっぱ世界的な目,あの目指してるとこあるから、俺は、ね、目指してるってやっぱ世界的なの方が絶対いいから、そうなってくると、世界規模。 って、うん、なってくるから、やっぱり人数もね、俺すごくなるんだろうな、すごくなるんだろうなとか思ってないよ。うん、ただ、その、その、変えたときにはね、そうなってくるのかなって感じで。ただ、今は認められてる人たちが、あ、実は、あ、やっぱあの人たちのああいう行動考えてみて、いろいろまとめて、あの人たちってやっぱりくなかったんだなって、そう思う。うん。まあ、やっぱ今で言うと、瀬戸さんとかはちょっと、やっぱ、うん。あん中ではまともな方なの。まあまともじゃないとこもあるんだけど、まあ、まともに近いんだよね。その代わり、 やっぱ心病んだりしてるんだよ。なるよねって。うん。そう須藤さんもね、変なとこもあるんだよ。ああ、嫌なやつグループの感じだなっていうとこもあるんだけど、割とまとまる方だと思うんだ、須藤さん。今んとこの俺は、ね、あとジェット大輔さんも企画的ね、変なとこもあまだあるかもしんないけど、割とまとめると思ってるんだ。あのだけど、その2人って伸びてないじゃん。うん。やっぱり、突き抜けてないっていうか、特にジェット大輔さんなんかそうだけど、まあ、須藤さんはまあ伸びてるとい,いや伸びてるかもしんないけど、言ってもじゃん。うん。 あと変な視聴者多いじゃん。いや、瀬戸さんの動画って本当平和だわーってコメントしだすやつとかいるじゃん。あと、瀬戸さんはの動画見てると落ち着く、落ち着くはまあいいんだけど、まあ特に瀬戸さんの動画とか瀬戸さんのコメントなんて平和だわー、そこにさぶら下がって、ですよねーとかさ、瀬戸さんの人柄ですよねーみたいな、そういう変なやつらいるじゃん。そういう変なやつらもいなくなるような、もう。 やばいな、なんか俺、ちょっと危ないとこ行ってるな。今の,は今の感じね。今はまだ俺、平和にしたいという意思があるけど、これちょっと変わったら俺はさ、スーパー戦隊で出てくるさ、敵のはさ、悪役のさ、ボスと同じ話だよね。愚かな人間どもめ、みたいな。全て、何人間を一掃してやるみたいな感じになりかけてるけど、まあまあまあ、そのいうとこはあるよ。うん。それが必要というか、一掃してないよ。別に、全員まず一旦殺して、新しい人間たちにするとかじゃないから。うん。 安心してもらって大丈夫なんだけど3時だな夜のうんまあ夜ってこういう話したらできるね楽しいねうんシンクって話あとさオフ会でしかできない話だとかいうのもさ違うなと思ってまあおじいとかに教えてもらった話でも教えてもらった時はまあ言われてるね話なんだけどあのー、なんだっけ情報は昔は情報がなんかなんだろう一番のね財産っていうかさなんて言うの ね、情報が情報がだったじゃん情報が一番金になるみたいな今って情報は共有する時代らしいんだよねうんそうなってくるとなんでオフ会でしかできない話があるのかなってみんな思うんだよねだからオフ会来てくださいとかさあのセミナーに来てくださいとかああいうのってさ俺はやんないあれが悪いとかどの子のはまあそれはの真意っていうのは分かんないよオフ会に呼ぶためかもしれないしうんだからあれなんだけどオフ会でしかできない話とかは俺はね全部 YouTube でやる うん、言っていこうかなとは思うどこまで言えるかなわかんないけどねそこもまた変わっていくよねうんあどうなんだろうねわあわかんないねなんかまた変なさ圧力とかあるのかなこういうこと言ってるといやいいな大丈夫なうんああどうなんだろうねわかんないけどね YouTube 界の圧力ウームの圧力うんどうなんだろうねまあウームに入るっていうのもありだけどねウーム自体変えちゃえばいいんだよね うん、ウームは変えてもいいと思う。もう、ウームって、UUUM じゃん。うん。俺、UM に変えていいと思う。うむに。うむにしちゃうよ。うむに。うん。多いも U があれは。うん。ウムに変えるよ。俺がーム入ったら。で、ウームに入ったら、うーん。とりあえず、ヒカキン一族をクビにするかな。あとは、子供使ってるチャンネルをクビにして、えー、うん。 子供のちょっと使い方が悪いなとか、あとはちょっと物を無駄にしたりとかさ、なんかちょっと良くないなっていうチャンネルとかは改善させると思うな。うん。そうね、最近子供使う動画がなんか危なくなってるんですよ、YouTube で。でもさ,なんかさ、YouTube ってさ、ちょっとさ、規制が変わる前ってさ、なんか今までやってたのが悪いから、ね、悪いから変えていくわけじゃん。規制していくわけじゃん。でもその規制前にやったもん勝ちじゃん、全部。 早くやったもんん勝ちいるじゃん著作権をなんか日本のさ例えば、あのー、音楽を紹介するみたいな感じでちょっと音程を変えてさ映像も若干なんかモザイクアートみたいな感じにしてさそれをただ流すだけみたいなチャンネルとかもあってあれって本当グレーゾーンもグレーゾーンでんなんかルールの、あのー、何あんみょんヌーじゃないけどそういうさのってさやったもん勝ちみたいな状態じゃない。だから、うん、規制をすぐ変えるっていうのは大事だけど規制前にやってた人ってさ なんかねなんかリカちゃんの髪の毛切りますみたいなだけのチャンネルがあったわけよ子供向けのみたいなちょっとリカちゃんを切りますとかさスクイーズ切りますみたいな今そのチャンネルバンになったみたいなんだけどそれまでに結構稼いでるわけじゃん老眼プロもそうじゃんなんか今までさ悪いことだけどやっちゃって稼いでそこでバンされても稼いだ分はもう OK になるからどん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 網目を縫ってなんか悪いことしていくもん勝ちになってるからそういう意味ではねなんとかしたいところだよねうん まあ昔言ったのは、なんかもう犯罪とか、あのね、あの人手なしな、道徳違反なことをしたら、今まで稼いだ金額は全て没収するっていう、YouTube はもう全部数えといて、今までいくら払ったかっていう。その案はあるよねっていう、一つあるよね。うん。そう。何円罰金とか、そこからゼロじゃなくて、それまでの金額も全て取ると。でしそこまで得た幸せも全て取るみたいな。ぐらいしなきゃさ、やったもん勝ちだもん、悪いこと。うん。 著作権違反とかもそうだよ最近やっと逮捕者出たけど遅いよ遅いよっていうかえんまあ遅いよと言わないけどなんだろうなまあ見せしめの逮捕っていうのも嫌いだけどまあ逮捕すんなら全員逮捕しろって思うしねあと YouTube 自体もさ何この俺はま見ない見ないっていうかできるだけ見ないようにしてるんだけどこのまあ見るようにしてるまあ見ないように見たくないから見ないようにしてるんだけどあの一応ね情報を得るためにはあの一応ね見るんだけど 急上昇欄にもさあの、いつもさ、ニュースのさ、何、映像とかさ、今日もあるんだけど、例えば、まあ、シティハンター、これはいいんか、これは公式かな。で、まあまあまあ。 ほら、レペゼン地球っていう明らかに悪いグループと、あの、ね、悪い、わ私、僕たちは悪くなくて、ハッピーなグループで、スカイピースってやってるグループあるじゃないですか。あのグループがコラボしてるけど、レペゼン地球って明らかに悪者の顔してるじゃないですか。ほんで、これも、スカイピースもいいやつ顔してるけど、まあ、明らかに悪いやつなんですけど、あのー、そこはコラボしてるんで、ね、仲良く。うん。ねみたいなねで、そのね、また3つ目か。3つ目、4つ目あたりの、ほら、主作権違反だったり、なんかちょっと変なのとかあったりとか、 うん。あと、なんだろうな、その、著作権違反のが、なんでさ、そのニュースとかのさ、やつとかさ、そういうのが、あの急上昇に乗るのって思わないあとこれ、これも、ホームレスに100万円渡して1日モニタリングしてみた結果とかさ、ねえ、やっちゃいけなくないなんかこうやってけやっちゃいけなくないかもしれないギリギリね。でも、急上昇に乗せないぐらいのさ、ことできないの y o u t u b e ジャパンとか思うよね。 そうあとはテレビのまあコピーとかも多いしうんまあでも最近まとめるようになってきてると思うけどもっとさこれ空上商欄の管理ぐらいできるのかなって気もするよねうんまあそんなこと言ったらゲーム実況とかもそもそもってとこあるしねグレーゾーンなわけでしょ早くはっきりしないのにねメーカーもなんでいつまでグレーゾーンやってんのかねずるいよねメーカー自体も自分たちが損になったらあのあれでしょダメにするわけでしょ今は損になってないから OK にするだけで ねえ人でなしだいねほらもうやだよこのジャルジャル公式チャンネルが今載ってるんだけどジャルジャルって超嫌なやつなんだよあの嫌なやつって俺テレビで見て竹江壮とジャルジャルの2人が一緒に感謝の番組をやってたんだけどもう超もうほぼいじめみたいな状態だったんで竹江壮なんか多分ねなんかわかんないけどその、ね、ジャルジャルの2人が竹江壮をなんかもうなめるテンションに入ったわけ舐なめてたん完全にどうしても上だし そうね、なんかもう舐めるテンションに入ってていじりとかおいしくするとかじゃなくて明らかにいじめみたいな感じになってもう小バカにした感じでずっとやっててえーと思ってその後もなんか見ててもうんーって感じでやっぱ悪者なんだなーとか思ってるけどねうんまあちょっと話はねあ,あと「これこれチャンネル」とかもなんなんこういうのいいの目隠ししてさ人の顔出したりしてたりさあんまよくないよねあまっていうか「これこれチャンネル」ってさ ダメだよね。あと、東海オンエアとかも昔良くないことやってて、今は大人になりますとか途中言ってウームに入ったとか、今は割と大手 YouTuber、大手っていうかなんか平和的にやってるけども、かもしんないよ。清楚系 YouTuber で。でもあんなに昔悪いことやっててもいいのかなーっていうのもあるよね。ウームを疑うよね。ウームってだからじゃねみたいな。ウーム、ね。あと、ウ u ムの筋力握りすぎ説もあるよね。 ねえジャニーズじゃないけどさ、まあジャニーズとは違う、かっこよさとかそういう意味では違うから、もちろんジャニーズじゃないけど、ジャニーズが権力握りすぎっていうのもあって、今は落ちてるのか分かんないけど、今の部分もちょっとひどいよね。うん。YouTube との癒着ひどくないなんかそう思う。これとかもそうだよ、安室奈美恵と妹彩綾子のさ、なんかやつとかもいつも急上昇になるじゃん、今回、なんか大体有名な話とかになると、テレビの。 やつとか乗るのもよくないよね。なんでこれ乗るのとか思うけど。うん。まあ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 。この動画なんだろう。うん。面白いね。いやー。うん。やっぱちょっとね、流れ変わったな。うん。やっぱ実味は出していかないと。うん。最初の頃っていうか、やっぱ結構ね、今日ね、動画ね、俺歯切れっていうか何、歯切れ悪いよね。うん。でも、まだ悩みがな、な、なに振り切れてないというか。うん。 あとね、そのだね。だからといって、あの、人の、何、ゴシップネタとかさ、人の悪口とかを言うだけのチャンネルみたいなのがあるじゃないですか。キヨヌコさんって方いるんだけど、お前同じ YouTuber グループにいたりとか、ちょっと絡みもあったんだけど、キヨヌコさんみたいに人の悪口を言ったりとか、そっち系で行くわけじゃないよ。うん。そういう動画作りたくないし、今回もそういう動画じゃないから。うん。だけど、まあ思うくた、思う、思いの丈はね、ストレートには話したいなと思いますよ。うん。ストレートに話すというか、濁せば言っていいってもんじゃないしね。うん。 まあ、ごめんなさいね。今回ちょっと、なんだろう、元気なおじいの名前をさ、出してるからさ、あんまりこういう悪口とか言っちゃうのもあれだと思うんだけど、うん、人の悪口とかあ、おじいの悪口じゃなくてね、その、なんだろう、いろんな人の悪口、悪口ってなっちゃうよね。やっぱね、あの、くくっちゃうとね、そうじゃない、悪口になるのかなでも、とはなるかもしんないけど、なに、ちょっと違くないって思わないちょっとなんか、もうちょっと素直な気持ちで言ってるから、うん、その人を陥れたいとかじゃなくて、変わってくれよって思うよ、叫びよ、心の。うん。 まあ、佐藤純さんに関してはいいんだけどね。うん。あの人の考えあるっていうか、まあ、ワルチューンなのかなとは思うしね。<laughs> まふ、あ、ふ。ワルチューンっていうキャラでいいんじゃないかなとも思うし。まあ、小品さんに関してはね、これからこう認められてさ、王手になっていったら恐ろしいよね。また悪いやついく一緒に増えたわ、みたいな。まあ、あそこら辺は、大王手で増えたわってことか。うん。 だからまあ、あそこら辺っていうかまあね、そのー、今のねその、悪いやつがやったね、主権を握ってる世の中というか、まあ、世の中を変えるまで行っちゃうとさ、また変な団体とかも、いやもう人殺しとかしそうなレベルの人もいるわけだから、おうおうおうってなっちゃうから、そこまではいけないけど、YouTube 界ぐらいはね、ちょっとね、接見したいなと思いますよ。うん。もっとそのね、よく、うん、なんかいい感じになりたいなと思うよ。うん。そうまあ、この動画ね、あんまりよくないかなと思うっていうか、なんだろうね、でもね、 最近ね、俺ね、その,の雑談系がちょっとね、メインコンテンツっていうか、一番伸びる、伸びてるんですよね。やっぱ皆さんがちょっと、いろいろ思ってくれてて。でもやっぱり、例えば、今日の動画とかも、あっとね、えー、低評価8、高評価6なんですけど、やっぱり自分の思想を話す動画には、やっぱ低評価が来るっていうか、まあまあ、重いよね。やっぱ危ないなって思う時もあるしね、思想を話すっていうのはね。うん。 あと最近僕の思想話、あ、これこれ、あのね、めっちゃ、何、結構反響が大きかった動画なんですけど、あの、チャンネルの近況報告、このチャンネルがブレブレな剣っていうね、まあ、ゅんさんのタイトルを真似してやったんですけど、あの、これはね、かなり俺のね、あの、まあ、偏見的な部分もあったし、偏った意見を言ってると思うんだけど、まあ人は偏見あってしょうがないよね。偏見っていう言い方がまた良くないだけであって、なんていうのかな。それはあるよだろっていうね、うん。自分のねあの、偏った考えというか、自分の考えだから、それはそうだよね。 うん、まあいいんだけど、まあそういうね、自分の考えを言ってるから、高評価は22も来てるんですよ。やっぱり今回はね、結構、まあいろんな方が話題にしてくれたっていうのもあるし、要は唯一 u b はずとかにね、まあ、まあ,あいろんな意味でね、刺激を与えられたんじゃないかなとも思うし、でも低評価はやっぱ18来てるんですよね。これはやっぱり、うん、まあ頭のおかしい人とか入れてるっていう可能性もあるけど、うん、ちゃんとした考えを持って低評価をしてくれてる可能性もあるんだよね、やっぱり。うん。 で、コメント自体も実際ね、あの、一人だけね、まともにちゃんと、あの、違う,違うと思いますっていう、まあ、なんて書いてもらったかも忘れちゃったんだけど、まあ、どうせこのコメントは消されちゃうけどっていう、あの、頭で始まって、ちょっと違うと思いますみたいな書いてたってなったんだけど、まあ、最初のね、このコメントはどうせ消されちゃいますっていう保険の分があるじゃん。保険の分、うん、そのその一文で保険を打ってるんだけど、その人は。その分しか頭に残んないくなっちゃって、あーって消したんだけど、一応ね。うん。いやー、この動画とかやばいな。やばいなっていうか、 まあここまで言ったからいいけど、キヨ瀬コさんの話題出したじゃないですか。俺、清瀬コさんと揉めたいんですよね。昔、一ノ瀬矢さんがキヨ瀬コさんと揉めて、あれだったんだけど、うん。ああいうなんか物申す系の悪いね、まあ、YouTuber いるじゃないですか。あの、ね、人のゴシップネタとかさ、なんか、あいつは最低だみたいな動画とか出す。うん。YouTuber さんに取り上げられたいなっていうのがあって、今までね、俺ね、他の YouTuber さんにね、悪く言われる動画を出されたことないんですよ、やっぱり。 うん、だからちょっといろいろ、うん。だからって仕掛けていくのもね、なんか、俺ちょっとそんなあずとくできない、できないっていうか、あずと,とくするのがよくいいとか好きとかじゃなくて、あずとくやる能力がないというか、あんまりそういうタイプじゃないみたいで、うん。どうもあれなんだけど、うん。どっかでね、そろそろ、うん。なんかね、どこも取り上げないよね、結構。まあ自分の、の俺のコメント欄にアンチが来るとか、まあ粘着質のアンチとかいるんだけど、 どうもね、他のユーチューバーとかに取り上げられるほどじゃないってことか。そんだけのコマじゃないのか。出たよ、コマ、まあ。マジコマだな。コマだな、っつってね。<laughs> でもね、うん。まあ取り上げられたよね。だからどっかと揉めたりとかも一つ、なんか、なんかいい感じのね。あの、本当にね、本気の揉めでもいいんだ。うん。でもバズったらラッキーだよね、そういうので。うん。やっぱね、 うん、いろんな可能性あるよね。やっぱ、何でバズるか分かんないから、いろんなのに手出していくというか、いろんなことを一生懸命やっていけばいいと思うよ。うん、だから僕、最近さ、こういう語る系のお話の動画もあれば、全く違うおもちゃだけの動画とか、ちょっと海外向けっぽいね、おもちゃの動画とかも作ったりしてるんだけど、いろんなのやってるじゃん。今やりたいことをやって,るやっていくんだけど、それどれが当たるか分かんないからね。うん あとはね、まあチャンネルの一貫性だけは、ど今ね、本当に、最近ね、俺、計画的にやれてないんだよね、YouTube。そんな計画してる余裕時間なんかないもん、本当に。余裕がない。余裕がなくはないんだけど、時間ない。もう、どんどん動画作って、もう、いろんなことも、ちょっとでもネタあったら動画にして、あ,ありがとう、動画にしよう、あ楽しいっていう状態だから。だから、その、考えてないね、その、計画を。まあまあだ一貫性とか気にしてないし、うん。チャンネル分けどうしようかな、とか、そういう悩みはないね、今。とにかく動画出して、うわあ楽しい !YouTube 楽しいみたいな。 状態、うん、で、まあ、その中でちょっと考えたのが、やっぱり、うん。おじいとかやっぱ大人だからさ、まあ、おじい濁さないって言ってるけど、まあでも、うん、濁してるのかなっていうか、里中チンさんとかもさ、いつ本音になるのかなって、なんか、そろそろ本音でやるとか言ってるけど、まだなってないじゃん。だからまだ平和、平和を愛してます、みたいなキャラでやってるけど、俺も最初そういう人なんだなと思ってたんだけど、そういう人じゃないみたいだしね。うん。 なんだろう。ねえ、サドチューンさんと本音でね、やり合いたいよね。俺も、だからサドチューンさんは正直、好きな部分と嫌いな部分あるから、一番や,やり合えるんだよね。やり合えるっていうかさ、うん。いいよね。サドチューンさん。うん。やり合いたいけどね、もうね。あっちに得ないもんね。だからね、サドチューンさんがこれからもう、なんか、シンクってさ、本音で行く YouTuber になるんだったら、俺は真っ先にサドチューンさんの悪い,悪いところを、 突っ込む。あ、もうおじいがやってんだけどね、ちょっとね、コメントなんで。おじいはちゃんとちゃ,ゃんと言ってるから、ちょっとね、そのサ、ね、ドチェンさんは困ってたけど、まあ、それはね、今はまだね、本音で言ってないけど、本当に真空 YouTuber になるってなったら、俺はもうサドチェンさんをちょっと、もう悪いとことか、よくないなと思うこととか、こな疑問とかね、いろいろしたいと思うよ。やっぱそれは、その、なんだろう、う清猫さんとかと違って、やっぱ好きな部分があるからね、うん。まあ、悪いっていうか、多いから、やっぱり、うん。 だからやっぱりそうだね。あとやっぱ絡みあるし、俺にもよくしてくれるからさ。まあ嫌いではないんだろうね。だけど、よくないなと思う部分もある。やっぱ人にはいい部分、悪い部分もあるから、全部でもおじいだってぐっさんだって、まあうん、ぐっさんは結構ね、なんか完璧に近い人なんだけど、まあおじいなんか特にさ、割とさ、そこ怒るかってとこを怒るときもあるじゃん。あと、なんな違うなって思うときそこもあるわけで。考えが違うなって例えばね、おじいはこじこじさんをめっちゃね、尊敬してるん あの人はクリーンだと思ってるんだけど、おじいはね、そういう考えなんだけど、俺はそれとは真逆の考えをしてるんだよ。それでもありなんだよ。それと俺実際言ったけど、おじいも別にそういうことで怒ったりはしてないし、うん。そういうね、考える違いはあるから、うん。いいんだよ。だから、サドチさんも、俺は、今のサドチさんがちょっとね、まあうん、まだね、真分かんないんだけど、やっぱりその、なんだろう、サドチさんの影響で、あのー、なんか、うん、伸びてないというか、目をつまれてる YouTuber が、やっぱ、 いるのかなななっって気もするよねちょっとどうなのかなかわんないけどね、ちょっと。まあ、元々その人たちがね、それ,はそれまでと言っちゃうね、はい、それまでなんですけど、うん。池さんとかもね、俺もね、池ケさんってすげえいい人で完璧だなと思ってたけど、やっぱり池ケさんにもね、やっぱ、あのー、隙があるんじゃないけど、なんか足りない部分もやっぱあるんだなって、まあ人間だからね。 んもともとそのガテン系でさ、そのなんかオラオラな人だから、うん、オラの人だからって俺が分かったのを聞いてるけど、まあ、俺はね、そう思ってるんだけどけ、結構ね、ガンガンな人だから。だから、イケさんもね、何だろう、ね、シンクって話したよね。まあでもね、うん、シンクって話したよ。別にねあの、怒鳴り合うとかさ、言い合うとかじゃなくて、シンクってほんと話を、ちゃんと動画でね、うん。 個人的にとかじゃ意味ないけど、意味なくないけど、したいけどね。やっぱ動画でせっかく YouTuber やってるんで、うん、やりたい、やりたいなと思うし、キーニさんとのライブとか、コラボライブでも俺ね、対談って言ってて、俺ちょっと、俺ちょっと討論と勘違いしちゃってたから、いろいろ、なんかもっと意見をぶつけ合うのかなと思ったんだけど、あ,あ、そうじゃなくて、仲良くやる感じだったから、あ,あ、ちょっと俺違ったっていうか、俺ちゃん若干滑ったんだけど、その回。うん。 あのコラボはちょっと俺が滑った回なんだけどまあ見てもらえば分かるんだけどうんちょっと俺ねそうダメ出しみたいな感じでこ,れこういうの良くなくないですかみたいな感じで意見をぶつけようとして相手に投げかけたんだけどあっちはあの受け見じゃなかったからあっちに思いっきりぶつかっちゃってあのキャッチボールするつもりで俺は相手にバーンって投げたつもりだったんだけどあっちはグローブも用意してなくて普通に楽しくご飯食べようとしてたわけそこに投げちゃったって感じで相手にバーンってぶつかって金利さん痛いってなっちゃってあーごめんああ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 かあああ <laughs> なん感じで、キニさんとかも、キーニさんもすげえ考え持ってやってる人なんだよね。うん。だから、キーニさんとも今度はね、あの、コラボ対談じゃなくて、コラボ討論にしたいなと思う。コラボもつけなくていいな。YouTuber 討論みたいなんでいいと思う。うん。まあ、俺のチャンネルで討論枠やれよとか思うかもしんないけど、なんだろ、俺のチャンネルでなぜ討論やらないか。うーん、そんな動画を作る余裕がないというか。 今そこじゃないって俺コミュニケーション YouTuber 目指してないから、別にそれが悪いわけじゃないけどね、もちろんもちろんねコミュニケーション YouTuber って新しいじゃんで、俺すげえなと思ってるんだけど、あの俺はコミュニケーション YouTuber 目指してないっていうか、俺コミュニケーションはあまり興味ないんだよね。<laughs> うん。一番興味あるのはやっぱり今だったらおもちゃであったり、そう。 なんだろうおもちゃであったり、ドールもおもちゃに含まれるとか、まあ、ガジェット系も興味あるけどね、言っても。ねまあね、おじいも言ってたんだけど、グヘヘッつって、まあ、僕の紹介したやつとかも紹介してて、最近提供品がすげえ来てグヘヘッって言ってたんだけど、実はね、僕ね、おじいのおかげなんですよ、これは。おじいに、ね、アドバイスしてもらえたおかげで、自己 PR をできるようになったんですよ、企業さんに。おかげさまで。もうねあ今ね、3つあるんですけど、まずこちらですね。 こういうねまあ、前回もね、一回あの素晴らしいね、あの上品な、えー、ペン立て机けのペン立てねを紹介したんですけど、もう一個ちょっとまた毛色が違うペン立てはまた別のメーカーさんからいた,いただいた時は商品提供してもらってるんで、またこれも動画にしてますし、あのー、こういうね、これはね、俺が頼んだんじゃなくて、そのメーカーさんのコンタクトしたら、これを今おす,おすすめしてるっていうことでもらったんだけど、今回紹介するんだけど、えっ、ー、とね、なんだろうこれ。 なんかスマホのゲームをこうなんかやるコントローラー、ガンコンみたいな、スマホ用ガンコンだね、みたいなやつとかもあって、まあゲームね、うん、面白そうだね。とか、これはね、いいなと思ったんだけど、これですね、こんな感じで、光るレールセットとミニカー、電動で走るミニカーなんだけど、海外トイなんですよ。日本では売ってないというか、普通のお店にはないじゃないですか、こういうなんか海外っぽい、中国かアメリカがわんないけど、アメージングと書いてある。 あーこれインドの言葉が書いてありますね、メインで。ヒンズー語ってやつ。そういうね日本であんまないような、こういうね、ちょっとなんかね外国っぽいおもちゃ。こういうの大好きだから。日本のおもちゃも大好きなんだけど、だからこういうのね今回お願いしてね提供してもらったんだけど。こんな感じで、まあこれからもどん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 んねやってるんだけど、まあこれからも届きそうなの何本まあ届けて思うよ。これからも予定決まってるだけでも何個も届くんだけど、こんな感じで俺もね、 本当ね、ありがたいんだけど、企業にね、オファーするというか、そのね、教えてもらったおじいに、うんね、その方がいいよって自己 PR しなきゃ、みたいな、うん。やっぱ待ってね、案件は歩いってこない、だからアピールするんだよ、みたいに言ってたけど、本当そうだなと思って、うん、で、今回はやってるんですけどね、うん、またこんな感じで、そう、ああ、忘れてた。今日これをポケットに入れてやろうと思ってたんだ。こんな感じでね、まあ将来的にね、俺はね、あのここら辺にね、 なんか、ここら辺に、服とかにこうスポンサーの企業名が入ったワッペンとかを着てきて、YouTube やるようになると思うんですけど、ちょっと入ってないね、確認ね。まあね、素晴らしいんですよ、これ。いや、本当に使ってるから、これ。暑いなと思って、を使って。大体いいマックスですかね。今日なんかこれね、あのなんかビデオカメラで録画したのがさ、なんか、2つに動画が分かれちゃったから、パソコンに編集するときに、もうガンガンファンが回ってたから。 これをで援助した、うん。ずーっと。何時間も。えー、めっちゃ持つから、電池。うん。すごかった。これほんといいよ。でれね、このもう他のもう一個もね、ちょっと待って、これ消すわ。許せよね。もう一個をね、最近提供してもらった。ペンタってね、この、レッカさんね、最近始めたばっかのね、個人事業主で頑張ってますってことで、これからもよろしくお願いしますってことなんで、ほんとね、まあ、この商品もいいし、本当にいい方でね、 Facebook もやられててね、その企業のね、新しいメーカーを始めて、そこにもね、このひかりさんっていう YouTuber さんに紹介してもらいましたって紹介してもらって、僕の動画を、うん、ほんとね、うん、やっぱ新しく、そう、やっぱちゃんとした人とはね、またお仕事したいし、お仕事っていうかね、うん、いいなと思うし、うん、やっぱその、ものがどうのっていうよりも、やっぱね、そのバックボーンとかも大事だからね、うん、いいなと思うし、うん、素晴らしい。 景気品、歩いってこない。っていう、こんな感じでね。うん。ああ、やばい今ね、前回も言ってたんだけど、1時間の、ね、雑談動画の時に45分ぐらいで1回やべえなーって言ったんだけど、今ね、ちょうどね、やべえなと思って、初めて時間がもう1時間いったかなって見ちゃったんですよ。49分、ああ、ここまでだったか、今日は。今回は。今回も結構熱く語ったけど、ね、まぁ、あ、ちょっとね、 人の名前とか出しちゃってるっていうのはね、まあ、うーんとは思うけど、まあこれをきっかけにみんなもさ、人の名前とかどんどん出してさ、言ってほしい。てかね、あのね、俺ずっと言ってんだけど、誰も言ってくんないけど、まあ誰も言って,言ってくんないわけでもないんだけど、誰も言ってくんないから、だいたいアンチ以外は。俺の悪いとことか直した方がいいよってところを指摘されたことないんだよね、ほとんど。あ,あ、でもね、まあアドバイスはもちろんくれる方、おじいであったりさ、ね J、J さんもそうだし、のせさんとかさ、みんなアドバイスはくれるんだけど、あの、 だからも,もっとさあの、きつくでもいいから言ってくれる人っていうのがいないかなって思ってて、そう、だから言い合いたいね、討論したいね。うん。討論、うん、討論ねあ、だから言って討論ネタをやりたいかって言ったらそんなこともないんだけど、まあ、こういうね、ちょっと気が向いた深夜とかにはちょっと思いっきりね、なんかコラボじゃない、コラボは別にもういい、なーなでやるのはじゃなくて、うん、だから、言い合いたいよね。 そのきっかけをさ、俺もうちょっと作れればいいんだよ、俺も。そのやつさんみたいに。例えば、ここでさ、佐藤潤さんのことをさ、まあでも、まあ、佐藤潤さんのことじゃないけど、まあっ今は佐藤潤言ってるんだけど、佐藤潤さんのことをさ、例えばもっと悪く言って、佐藤潤さんが怒ってるとかだったらいいんだけど、俺って今言ってるけさ、多分佐藤潤,潤さん怒んないレベルだと思うんだ。怒んないレベルっていうか、別に俺悪意持って言ってないから怒んないと思うんだ。うん。まあ問題はこれで、こじこじ、こじ、こじなべさんか、こじなべさんって女性じゃん。これでさ、それで心を病んだとか言われたらさ、 俺悪者になっちゃうから、病気で、病気が悪化したなんて言われたら終わるけど、マジでそういう例使われたらみたいな思うよね。もうそう、今の俺の妄想だけど、まさかそれでさ、例えばうつ病になりましたみたいに言われたらさ、いや、討論も何もなかったかなってなっちゃうよね。それだけが怖いから、だからみんな名前とか出さないと思うんだけど、YouTuber だったらさ、うん。シンクって話したよね。うん。 まあ、明らかになんだろう、その、何、どうしようもないってこところ言うかさ、その人がわもう悪いところじゃないのに言うとかさ、良くないよ。例えばさ、まあなんだろう、気持ち悪いとかさ、そういうことを言うのはまた違うと思うんだよ。あいつうぜえとかさ、ただ単純にね、うぜえとかさ、ここがどううざいかとかさ、そういうのだったらまあありかなと思って、俺にも言ってくれよって思うよね。うん、ちょっとなんか変わる。うん、なんか今俺はね、変化を求めてるとはちょっと違うかな。なんか起爆剤を求めてるっていうのはあるな、常に。 うん。起爆剤を求め続けてるとこはあって、いろいろ。だからいろいろチャレンジしてるとこもあるんだけど、そういう意味で、うん。ちょっと刺激的な人がいたらいいなっていう、いい意味でね。な変な鈴とかじゃなくてね。うん。その、なーなーでさ、やりたくないっていうかさ、なんか、オフ会で集ま、<laughs> まあオフ会が悪いっていうのはだあれだけど、まあこの前に小浜オフ会が基本的にあんまり俺的には良くなかったなっていうのを思ってるからあれなんだけど、 なんか自己紹介まあおゆからも深いだけじゃないあの YouTube スペース東京に行った時もそうだったんだけど本当チャンネル名言い合って自己紹介するだけの交流は意味ないなと思ってうん本当にねだからうん,うんそういうんじゃなくてだからコラボとかなんかなあなあで、ね、平和的にやればいいってもんじゃないっていうか視聴者はさ YouTuber 同士がさ平和的にお話ししてる動画もいいけどいいけどっていうかそっちがいいってみんな言うんだよ でも実際見えるのってさ、言い合ってるやつでしょ。例えばさ、何大手 YouTuber、名前忘れちゃったけど、なんかさ、なんだっけ、あの、ちょっと、ムカつくキャラでやってる人、なんだっけ、プロさんとかともコラボした人になんだっけ、流しちゃったけど、その人がさ、誰かとさ、なんかやり合ってる動画とかみんな好きじゃん。ちょっと喧嘩するみたいな動画。だからやっぱ視聴者のことを考えるんだったら、ちゃんと、うん、シンクって話した方がいい。まあ、喧嘩すりゃいいってもんじゃないんだけど、ね、シンクって話してほしいし、本当はね、本当は、おじいみたいにさ、こういうこの動画を見てさ、 ある程度意見があったりしたらさ、心の中と腹の中でずっとあいつきらい、あいつきらいじゃなくてさ、とかさ、コメント欄でさ、うん、ちょっと違うと思いますねっていうコメントを打ってくれるのも嬉しいよ、俺のコメント欄に。僕はちょっとそう思わないんですよね。ちょっとよくわかりませんが、とか、そう、まあ、言われるのもいいんだけど、できればね、動画にしてほしい。うん、YouTuber さんだったら。うん。まあね、チャンネルの方向性と違ったりしてね、できない部分もあると思うけど、から、なんとも言えないんだけど、動画にしてほしいか、もしくは僕にそれに対して、なんか、 意見があって、こういう感じなんですけどっていう感じで企画を持ってきてもらって、なんか僕のチャンネルでね、対談みたいにしたいなっていう、対談ってかね、あの、ちょっと討論したいっていうふうに言ってもらえれば、ちょっと意見を言いたいっていうふうに言ってもらえるの方が嬉しいな。値段になるっていうかね、企画になるっていうか、うん。そう、一回、何だっけ、なんかね、俺が呟ぶやいた時に、キニさんがね、ちょっと俺が言ってることよくわかんないけど、まあ、おはようございます。あ、俺んだっけ、何て言ったんだっけ、ツイッターでね、俺確かね、ちょっと毒吐いたっていうか、まあ、何だろう、あ な,んだな,なんて言ったんだっけな認めてる人、ほんとね、あ、なんだなみんなが認め、みんなが認めてる人とは、は認めてるみんながいい人って言ってる人にはとは、距離を置いていくスタンスで行きますみたいなことを確かに言ったんだと思うんだ。うん。そしたら、なんか、金ニさんも、それよくわかんないですけど、おはようございますみたいな。金井さんも結構ね、自分の意見を持ってるんですよ、シーンを。だから僕の言ってることに結構違うなっていうか、結構ね、金井さんとはね、意見のね、あの、 結構違う部分があると思うから俺。うん。キンさんと考え方とか行動とか全部で、ね、結構ね、いい意味で結構食い違ってるから、お互いに話したらもっと面白くなると思うんだ。うん。だから金さんと話して,てえ面白いですね。とか、まあ、沖縄ってこんなとこなんだ。うーん。とかいう話でもいいんだけど、まあ、それはそれでいいけど、それプラスやっぱ、結構かなり考え違うんだよね。キンさんって沖縄タイムらしくて、里千代さんが言ってたのは、金ンさんって、なんか遅刻してくるのにのんびり来るタイプらしいんだよ。うん。 ああ、だから、ソルチューンさんは優しくね、あのあー、沖縄の人だなーって、ザ・沖縄人だなーって言ってるけど、俺に言わせれば、おめ遅刻してくんのよ何のんびり来てんだよって思うよね。みたいな感じでさ、ストレートに話したよね。うん。そ,そう。遅刻して、だから、いやいやいや、ねえ、時間にルーズじゃねえよ。俺との約束に1分も遅れんだよ。でも俺は寝坊しました、すいません。ぐらいのね、タイプだから。うん。だから、それに関してもまた討論したよね。いやいや。 それぐらいで怒るのよってね、俺にね、言ってくれてもいいし、でもお前も遅刻するんじゃんって、そう。なのに、人のこと言えなくないみたいな感じでちゃんと言ってくれれば、俺もそれに対して、そうだけど、あ確かに、まあ俺も悪いわ、うん。でもさ、やっぱね、俺はでも遅刻、で寝坊するけど、ああ、あつい行くから。うん。だから俺は寝坊しないようにするし、あなたは遅刻したときに急いで来るようにしよう。うん、これで OK。なんからね、握手、意見がまとまった。でも仲直りじゃないよ。元から仲高いではないから、その意見の違いだけだから。うん。 俺はね、おじいとの意見の違いの部分はあれ少ないんだけど、あのま例えばまあ、さっきも言ってたように、こじこじさんが好きとか嫌いっていう意味では、あのね、意見は違うわけじゃん。でも、おじいのことは絶対好きだし、グッさ,さんが結構すごいところは、そうそれですごいところあって、グッさんのすごいところはね、うまいこと話したり、ふわっとやるから、ふわっとじゃないんだよ、ね。ふわっともやんない。なんかね、うまいん、グッうんだから、なんかこの人、グッさんのこことはちょっと意見合わないなってとこはね、 見,見つけらんないんだよね多分あると思うんだけど見つけられないぐらいグッサンってねおじいも今日褒めてたけど、うん、グッサンはそういう意味でねあの敵を作らないというかすっごいあったかい人なんだよねって思うぐらいの人もう本当にあったかい人かどうかはねもう人の全てを知るなんてできないから分かんないけど俺はあったかい人だな本当に温かい人だなって思ってるそう佐藤潤さんもやっぱあったかい部分もあるんだけど悪い部分も多いから、まあ、やっぱそれが見えるタイプの人なんだろうね多分ねうん 面白いよね。いや、面白くなってきたわ。うん。やっぱさ、今、サロチューンさん周り、ちょっとさ、ナーナーのとこ多いじゃん。まあ、ナーナて言いい感じのグループになってるけど、ちょっとさ、あの、みんなで、なんか、大手になっていく、なんか、グー,ーのグループじゃなくて、ちょっとナーナーグループになって、まあ、視聴者さんとかはいいんだけどね、楽しくね。そあのその趣味でやってる人とかもいいんだけど、本気で YouTube 目指してる人は比較的多いじゃん。YouTube 始めて、これからちょっと、やっぱ、みんなやるんだったらさ、1万人とか行きたいわけじゃん。お金いっぱい稼いで。 ちょっとさ、なんか、まあ、俺もギリギリね、スロジュナルんグループのちょっと隅の方にいるからさ、あれなんだけど、やっぱ、そこら辺のグループもさ、いい感じにさ、こんな感じで刺激し合えたり、もうちょっとさ、今のさ、ならなな感じで、こうからキャラダラダラ行ってもさ、最終的にはどんどん散ってって、ファーって終わっちゃうわけだから、だったらさ、ちょっとバチバチもあっても面白いんじゃないかなと思う。バチバチ言って言うけど、それはさ、あいつがあいつを嫌いで、あいつが悪口言ってて、あいつはあいつを嫌いだけど、あいつはあいつを嫌いじゃなくて、でもこいつはあいつを嫌いでとかじゃなくて、 意見をぶつけ合ったりさ、もっとシンクって、もうこれ何回も言うけど、シンクって話だよね、うん。うん。本当に楽しくなってくるよ、これは。<laughs> まあまあ、この動画ね、俺もちょっとね、こういう動画出すのどうかなと思う。個人名あげるに関しては本当に批判きそうだけど、佐藤潤さんだったりさ、小路鍋さんとかね、小じ小じさんもそうよ、大手だからって俺個人名出して言ってるけど、 ここじじさんっていうか、こじこじね。俺、呼び捨てにするって決めてんだ。みんな、ヒカキンのことヒカキンって呼び捨てするじゃん。だから、こじこじもね、あの、実際、やりとりがないから。人としての付き合いがないから。芸能人って人と一緒だから、俺、キムタクとかめっちゃ好きだけど、キムタクはさんとは呼ばないからね。キムタクって呼ぶ。それと一緒のくくりにしてるから、こじこじって一応呼んでるんだけど、まあ、例えば、こじこじと実際にお会いした場合は、あハードフードはね、僕もやってるんですよ。よくね、見てますね。はい、こじこじさんっていうよ。それは人として常識だし、 けどまあ一応ね今はそう感じでまあ究極の悪意を持ってやって言ってるわけじゃないのでうんまあねあのー、うんまあそうね個人名出すとこに関してはね結構常識的な人から批判を受けそうなんだけどうーんうーんそこじゃないんだよなーっていうそこじゃないな今回の,あの論点はというか論点ずれてるよねみたいなとこあるうんだから俺もさその討論もいいんだけど 討論でちょっと論点がずれてるってなりたくないからあの相手の意見を汲み取れる一つ討論したいやっぱだから大人だよねお前そこじゃない論点違う違うだからそのなんだな相,相手のさあげ足を取るとかそういうところに焦点を置いてほしくないっていうかさ俺のあなたああ言ってたけどこういうその後そう言ってあれ矛盾してませんとかそういうことじゃないんだよ その短期間で意見が変わる可能性もあるし、矛盾とかで、まあ、そのさ、閉学的にさ、政治家みたいにさ、台本書いてもらって喋ってるわけじゃないから、ちょっと矛盾はあるわけで、そうじゃなくて、そういうところは汲み取って、もっと真食ったところを話す、その上辺のさ、ちょっと、ああ言った、こう言ったとかじゃなくてさ、その、本当の芯の部分で、やりたいなと思ってます。はい。1時間超えた、あ <laughs>、じゃない1時間超えたって言っちゃった。<laughs> 3時半か。うん。1時間超えましたね、今日もね。あの、ね、言っちゃったよ。 ちょっとねこの動画は良くないかなと思うんだけどまあ、久しぶりにね俺ね、うん、思い切った動画だって思い切った動画っていうかさちゃんとうん話してたかなと思うやっぱその今回の一つ大事なのは実名を実うんんだろうどうせあの人のことだよなってみんなが察せれるような言い方するぐらいだったら実名出そうよ潔く一緒ようんっえばカキンを隠す時にさ ヒーマルキン、ブンブンハロー YouTube、ヒーマルキンがって書いたら、もうあの人じゃヒカキンじゃんって分かっちゃうじゃん。でも、マルにしてるけは OK みたいな、そういうの違うよっていうこと。だから、あのーうん、今回はまあ一番のメインがそこになっちゃったけど、まあ最初のね、話題は、月100万円とか200万、300万、コンスタントに入るのだったら俺は変わるってことなんだけど、そこはね、もう全然分かんないっす、正直の。なってみなきゃ分かんないっていうのは実質のとこで。 すいません、昨日聞いた答えがなかったですね、今回は。うん。またちょっとね、もうちょっとそれに関してはね、あの、なんか、うん、気がない一日にね、検討していきたいと思います。そう考えて、またなんか答えが出たらね、一つの動画にすると思うんですけど、うん、なんかうーん。まあこんなふに話しててもまだ変わんないですね。本当はね、だって俺もこういうさ、人のことを言ったりとか、物申すとか、ちょっとさ、自分の意見を言うとか、そういう動画って一切作りたくないなと思ってる瞬間も、最近結構あったんだ。もう、 ほんと、おもちゃだけとかさ、ドールとかでさ、普通に、遊んで、話やったりとか、ほんとなんか、雑談動画もさ、皆さんのぴよぴよしたコメント読んで、僕もぴよぴよした話とかして、ね、あれがさ、こうでさ、とかさ、なんかね、自動販売機でさ、まあそういう話とかさ、やりしたか,かったな、したいなって思ってる時期もあったけど、うーん、まあこういう話が一つの起爆剤となるんだったらね、いいと思うし、まあ最悪ねあの、言っていただければね、もうなんか、あの今回名前出しさ、皆さんで、あの、ね、 小児鍋さんとかちょっと悪く言いすぎてるとこあるから、特に小児鍋さんかなゅんさんは多分大丈,夫大丈夫っていうかなんか、あれだけど、小児鍋さんに関しては、俺一切フォローがないから今のとこ。フォローできるとこはないんだよね、今のとこね。うん。あの、あんま知らないからね。あそう、もし、そうね、今回言った中では、うーん、まあ、清猫さんとかもあんまよく言ってないけど、まあ、清猫さんはねあの、そういうタイプの YouTuber でやってるから、あの人は言われても、そもそも自分がやってることがあれだから、 あの文句言えないからねっていう感じはあるからまあいいんだけど小嶋部さんに関してはあのーまあ、ここでフォローみたいになっちゃうけど、あのー、唯一今回名前出した中ではイ健、うんまあ、さんとかは別に多分そんな文句言ってないっていうかそのあれだけど、まあまあ、みんな結構ちゃんと言ってるんだけどやっぱそのだフォローできないっていうか、まあ、ねちょっと「え何で,でそんなの言われなきゃいけないの?」 思うかかもしれないからそこは、ね、本人がね、これはね、小児さんの視聴者とかに言われたって、いや知らねえよ、うるせえよって,言ってコメント消すけど、うるせえよじゃなくて、ガッハッハつってコメント消すけど、あの本人がちょっと本当に嫌だなって思ったりしたら、小児さんだけはね、今回の場合、多分この流れで言ったら多分小、そのやつさんとかも多分大丈夫かな、そこまで言ってたら、たね、小児田部さんだなが、多分に関してはちょっと今回の内容はひ、ね、どかったなと思うから、うん。に関してはもう本人がちょっとどうしても嫌だ とか動画を消してくれって言われたら唯一消すのは小品さんに言われたら消すわ今回は、うん、しあのうん多分そ言われてあのなんかそのでやらったっていうとか理由とかもあると思うから言ってもらったら僕の考えも変わるかもしれないからその、ね、一つの謝罪の,謝罪の動画は出していくかなとは思うな、うん、そうねまあ最後はね見てもらえればなのか皆さんもね一つ めたんじゃないでしょうかなんかね、最初はふわっとしたというか、なんか若干ね、あのー、歯切れが悪いというか、あんま浮かまなかったなぁと思ったんだけど、そう。うん。そう、あともう一つね、今回の、ね、ちょっといろんな人の実名出したって、なんかあれだから、ね、おじいに対するアンサー動画で、サムネにもおじいを使っちゃってるから、ちょっとね、おじいにも申し訳ないかなとかも思うけどね、今回の関しては。うん。おじいと小品目さんにはそう悪いけどまあ、外さんに関しては、 いい感じに持っていけたんじゃないかな、逆に。うん。と思う。ぶ <laughs> っちゃけ。<laughs> あと、他にも名前出したりしてたりね、してるけど、まあね。まあまあまあ、そんなに、あれかな、うん。あいつうぜえやなとか言うと、もうそういうの興味なくなったんですね。<laughs> あいつうぜえやなとかいう話って興味なくなったというか、あの人のこの意見が違うなっていう、そういう話には興味あるっていうか、うん。やっぱ自分成長するしね。自分の意見の違う人はいると。まあ発信していかないとね。うん。 まうーん、この動画を人の悪口言ってるっていうだけにね、添えられちゃってもな、なんか、なんか、人の悪口言うのをわざわざ動画にする必要ないと思いますとか言われちゃったら、俺も気分悪いけどうん、やっぱこの動画に対してね、やっぱ俺が意見を言ってるわけだから、それに対する少しでも批判的なコメントに対しては、やっぱり気分は悪くなるよ。でも、あっと思、なんか、うん。 そ,れその意見によって、批判的な意見で俺にとってもプラスがあるような感じだったら、やっぱ、もらえると嬉しい意見をいただけると。あと、これで、まあ、なんか、おむね竹が,がある YouTuber さんはね、特に、特に、てか、ね、発信した時は YouTuber さんだったら、できればね、コメントはして,もらしてもらってもいいんだけど、その時はさ、なんか、僕はちょっと違うと思ったんで、その思ったたけを動画にしましたとか、最悪 Twitter でつぶやきましたとかでもいいから、 コメント欄にも残して、それは別のとかででもいいです。はい、ということでご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思った方はグッドボタンとかね。まあ、グッドボタンで今回に関しては別に何でもいい。評価、評価とりあえず押してもらっていいよ。うん、何でも。うん。で、コメント欄でもね、いただいて。まあ、小島部さんに関してはちょっとあの、嫌だなと本当に思ったら、なんか、どっかね、別にツイッターが何でも見んでんで、コメント欄でもいいしね。で、なんかちょっとやれす。もうやれすの一言、もう消してください。でもいいから。言ってもらえればいいですいい。はい。で、まあね。 うん、今回はね、アマゾンリンクも一応貼っとくんで、アマゾンリンク貼っても問題ないか、うんだからあれで。あのだけどねあの、みんなのチャンネルは載せないから、うん、今回はあの。今回名前出させてもらった方のト今日今回ちょっと載せなきゃい方がいいかなと思うんで、載せないんで、うん、ま気になった方はね調べて,みていただいて、で関連動画も一応ね、この後貼っとくんで、他の動画まで見てね、なんかああ、こいつ光、こんなこと言ってた光ってやつ、この動画も出してる、こっちの低評価押してやろうっていう暇な人はね、いや言ってもいいから。まあ、そこでね、ちょっと毒抜きしてね、うん、みんなね。